というわけで、ハントリーチキーチン、そしてストロベリーレター、聴いてもらいました。ちょっと懐かしい。懐かしいですね。セレクションを聴いてもらいました。が、しかし、今度聴いてもらう曲、伊佐さん向こうにいるけど。はい。今度聴いてもらう曲はですね、2枚目のアルバム、Higher and Higher の中に入ってます曲なんですけども、初めて僕とケン君が、ケン君と伊佐が、はい、コラボレーションした曲です。はい、それじゃあ聴いてください。You can understand my world.